ふるさと納税は昨年度全国の寄付額が過去最高を更新しました。本来は自治体を支援するためのものですが、かつてこうした商品券や高額商品が相次いで出品されていまして、事実上の価格競争が起きていました。しかし今ふるさと納税がコロナ禍で苦しむ事業者を救っているんです。自分の好きな自治体に寄付すると返礼品がもらえる上、所得税の還付や住民税の控除が受けられるふるさと納税。寄付額は昨年度全国で6725億円と過去最高を更新しました。しかし街の人に聞いてみると、ないか、ありがとうございます。使いたいと思うんですけどね、なかなか時間がなくて。たったの一度ですが、はい、福島の甘酒を購入することでふるさと納税になるっていう、後から知ったんですけど、それで使いました。記者がおよそ60人に聞いたところ、利用したことがあるのはわずか2人。2008年の開始以来過去最高の寄付額とはいえ、まだ認知度は低いようです。しかしそんなふるさと納税が今コロナ禍で苦しむ事業者を救っているんです。そこで今日の独創級チームは、絶好調のふるさと納税、コロナ禍で変わる新たな役割とは。独創級チームが向かったのは飯塚市役所。実は去年県内で最も寄付額が多かったのがここ飯塚市。その額43億円、前の年度から倍増しました。昨年と、まあ、倍というところで、大変驚いております。飯塚市が掲載している返礼品はおよそ600品目。中でも注文が殺到している大人気の商品がこちらの鉄板焼きハンバーグでございます。返礼品の大半を占めるのがこだわりのソースなどを使ったハンバーグ。一般販売はしておらず、ふるさと納税だけで展開している商品ですが、なぜハンバーグが人気なんでしょうか。新型コロナウイルスの感染拡大などもございまして、今なかなか外食、外出をする機会というのが減っている中で、ご自宅でどなたでも簡単に美味しくいただける返礼品というところが大変人気をいただいたところかと。まさに巣ごもり需要の結果かなと思っております。この返礼品が伸びたことで、販売を手掛ける地元飯塚市の会社は、助かりましたね、やっぱ会社的にも。飯塚市の吉浦コーポレーション、本業は結婚披露宴の引き出物やイベントで出される記念品の販売ですが、コロナ禍で売り上げは例年に比べ7割ほど減少しました。去年の3月がひどいです。もう3月4月は年度末のパーティーとか多いもので、全部キャンセルですね、直前に。しかし飯塚市の返礼品を手掛けたことで、ハンバーグなどの出荷が急増し、売り上げは回復。ふるさと納税がピンチを救ってくれました。ふるさと納税におきまして、全国から寄付が集まってますけども、それで私のみたいな業者、会社、飲食店さん、みんなが助かっております。本当にこれも感謝ですね。一方、柳川市でもピンチをチャンスに変えた企業が。創業340年の老舗うなぎ店元吉屋、新型コロナの影響で売り上げが例年の5割まで落ち込みました。そこで始めたのが、うなぎのせいろ蒸し、かば焼きをこちらから向こうにどうにか届けれないかということで、柳川市のふるさと納税の返礼品ということを始めました。340年の歴史で初めてネットでの商品提供を決めた元吉屋。しかし商品の特性上すんなりとはいきません。冷凍用せいろ蒸しの蒸す工程に大苦戦。何度やってもうまくいきませんでした。全国各地から取り寄せた、うなぎのあれも食べてますし、ほぼほぼ食べてます。もう嫌っていうぐらい。およそ半年かけてたどり着いた結果、電子レンジで700ワットで5分で蒸した感じを出すっていうのが一番難しかったです。
こう、熱っ、こういう状態で出てきます。こうプツプツプツ、これでこのままの状態で袋から出さずに5分このまま置いていただきたいです。これはどういった意味があるんですか？蒸してこう味を全体に行き渡せる、まあ、うなぎも柔らかくもなりますし、それを出すためにここで要するにあれと同じ工程をここでやってるっていう感じですね。こちらがレンジで解凍したせいろ蒸し、店内で出されているものと食べ比べると。ではいただきます。うん、解凍したものとは思えないほどうなぎもご飯もすごくふっくらしていて、お店で出されるものと本当に変わりがないです。この返礼品のおかげで落ち込んでいた売り上げも徐々に回復、2ヶ月で700件ほどの申し込みが入ったといいます。東京とか関東の方からでもご注文いただきますけど、わざわざ行かなくても食べれるようになってよかったとか、そういうふうに言っていただいてます。今は柳川市の返礼品としてしかやってませんけど、将来的にはですね、自社で販売できるような体制も取っていきたいっていうふうには思ってるのはいます。ふるさと納税をきっかけに冷凍のせいろ蒸しを新たな事業の柱にしていく狙いです。全国で去年より給額を伸ばした自治体は全体の7割、県内でも60市町村のうち52の自治体で給額が増えています。背景には何があるんでしょうか？国内最大級のふるさと納税サイトを運営する会社の担当者は、おうち時間がやはり続いている中で、地域の味をおうちで食べたいという巣ごもり需要があること、もう一つはコロナ禍でこう通販のような感覚でこうお礼の品を買う的な感覚ではなく、その行為が打撃を受けた生産者さんの支援につながっている、そのために私たちも何か形として消費をしようという意思表示をしてくださっている方が増えていると感じています。おうち時間の話、うん、それから事業者支援につながるということで、うん、買う人が返礼品寄付する人が増えてるって話ですけど、はい、まあ、事実上の返礼品競争だったことを考えるとかなり変わってきましたね。変わってきたよね。ふるさと納税の寄付額ってね、返礼品を寄付額の3割に抑えた時だけ下がってるんだけど、基本的に伸びてるんですよ、うん、でね、今回ねコロナでね観光がダメになった部分をこういった形で補填することになるし、まさに地方創生に役立ってるね。もう飯塚市の販売会社元吉屋 も同じような形ですよね、うんうん、そしてふるさと納税の寄付の形っていうのは被災地の支援にもつながっているんです。ふるさとチョイスに聞いたところ、熱海市の土砂災害ではふるさとチョイスに2億円以上の寄付が集まっているそうなんです、うん、先月の記録的な豪雨についてはまだ募集中なんですけど、すでに寄付額が5000万円を超えているということで、ボランティアに行けないけど支援したいという人が増えているということで、支援の形変わってきてますね、うん、いいことだと思う、ね、ふるさと納税いろいろ問題ってあるんですよ、一つはね税の移転の問題とか、あとは高額所得者に有利とかね、いろいろあるんだけど、こうやった寄付もらったものに使い道をはっきりさせてね、お金集める。で例えばコロナで言うとね、医療体制が維持するために寄付を募った北海道自治体も結構集まったりする、うん、だからこういった目的、使途をはっきりさせるって寄付を集める、これはいいことじゃないかなと思うんだよね。まさに本来の形になってきたなという感じがしますよね、うんうんうん、ふるさと納税が支援のきっかけにもなっています。では今日のまとめです。コロナ禍で変わるふるさと納税の役割、今日の答えはこちらです。返礼品競争の時代が終わり、コロナ禍で苦しむ事業者や被災地を救う役割も担っているでした。